こんにちは、打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだ。会議です。では参りましょう、ワンハンデッドスタンス片手打ちです、銃を安定させる楽、リコイルコントロールも難しいです、まずウィークハンドを握って胸骨をノックするイメージで胸の前へ置きます。体からまっすぐ利き腕を伸ばして、脇を締めて顎を前方斜め下に落とし、銃を構えて完成です。胸に置いた手は心臓を守るためです。また戦闘時に手をブラブラさせていると邪魔になるからだそうです。次に速報への構えです。射撃競技なんかでよく見られます。足を肩幅か少し正面に開き、両肩とほぼ平行に、利き腕を伸ばして構えます。ウィークハンドの存在は忘れてトリガーフィンガー、人差し指に集中しましょう。オリンピックなどを見ていると、ポケットに手を入れたりベルトに乗せたり腰に手を当てたり、だらりと下げたりしています。また肩に頬付けするのもいいかと思います。次はヒップファイア、ヒップシューティング、あるいはポイントシューティングとも言います。腰ため打ちですね。利き腕の肘を、胴に当てて構えます。ストックがある場合はストックを体と腕の間で挟み込みましょう。構えるのにそれほど筋力を使わないで済みますし、構えたまま走るのも楽です。ただサイトが使えませんので距離が離れると命中させるのは困難で、リコイルコントロールも難しいです。次はアキンボです。デュアルウィーリングとも言います。二丁拳銃ですね。構え方はかなり自由です。もうこんなんでもこんなんでも構いません。両手それぞれに銃を握り、なるべく前傾姿勢で構えましょう。火力を倍増できる反面、基本的にサイトを使えませんので距離が離れると命中させるのは困難です。両手が塞がるのでリロードにもかなり時間がかかりますし、リコイルコントロールも非常に難しいです。火力を活かせる至近距離戦のような状況でないとメリットはないと思います。サバゲーではオーバーキルにご注意ください。次はサイドグリップです。銃を横倒しにしてワンハンデッドスタンスの要領で構えましょう。銃を安定させづらいですし、発砲時のハンドで銃が横に跳ねる特徴があります。エアソフトガンならハンドはほぼ無視できるんですが、ポップアップで弾が横に逸れてしまう点には注意しましょう。一方でですね、銃を視界の、下側から、視界の左か右に追いやることができますので、上下に配置された標的とか上下に動く標的にはサイティングしやすくなります。他にも、ライオットシールドを構えた時だとか車のフロントガラス越しなんかでもサイトを使って狙いやすいです。ただ多くのフィールドで遮蔽物に顔を隠しながら撃つことは禁止されています。トラブルの元になるのでやらないでくださいね。以上です。次回はショルダーウェポン、ライフルなどでのシューティング法も紹介します。ご視聴ありがとうございました。